マンチェスターシティ4、レイクリスタルパスプレミアリーグ第19節、プレミアリーグ第19節、マンチェスターシティ対クリスタルパスが現地時間17日に行われた。試合は4-0でホーのシティが勝利した。今シーズンのシティの合わせはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、公式戦7連勝中のシティは、26分に先、点。CK のセカンドボールを拾ったスターリング、右サイドに展開すると、CK を蹴ったデブライが、右足のアウトでクロス。このボールにストンズが頭で合わせて1-0とする。後半に入って、シティは、順調だった。56分、再び、セットプレーか、クリアされたボールを、ペナルティエリアの、で奪い返したギュンドアンが、右足のシューを放ち、ゴール右隅に決める。さらに68分にも、CK か、追加点。ルベンディアスのヘディングシュートが、GK に引かれたこぼれ球をストーンズが右で決めて3-0とした。これで勝負を決めたシティは、88分に、スターリングの直接 FK でとどめ、4-0で勝ちし、暫定で2位となっている。得点者、26分1-0ストーンズ、マンチェスターシティ56分2-0ギュンドアン、マンチェスターシティ68分3-0ストーンズ、マンチェスターシティ88分4-0スターリング、マンチェスターシティ、両。